もういくつ寝るとお正月、お正月には餅食って喉に詰まらせ行ってきます。どこ行くねん。あ、どうも皆さんこんにちは、坂太郎でございます。奥さん、奥さんどうしよう。あ、どうも奥さん、おはようございました。どうした。奥さん、朝の塔から大きな声道端で出して歌ったよね。あんたストリートミュージシャンにでもなろう思うと。今から奥さんこそどうしちゃったん。変な似合わん帽子かぶってまた尾道駅の方まで来て、まあんたまた失礼なこと言うんじゃねえ。何しに来たいた。あんたこの間来た時は尾道駅前でずっと話しよったっけ。うちの大好きな尾道城が一個も見えんかったんよ。じゃけ今日は尾道城見に来たんよ。は、尾道城奥さん知らんの。尾道城もうね、のうなったんよ。撤去されたんじゃけ。はあ、あんたまたバカなこと言うんじゃね。尾道城がのうなるわけないじゃろう。あの尾道城よ、尾道のシンボルの。うちが子供の頃ね、全く意味のないピラニアに餌やるトラクションしょった尾道城よ。その後城の中に城飾るようなね、すげえことしょったあの尾道城、のうなるわけないじゃろうよ。あんた失礼の。それから3000万円で売りに出て東京の不動産屋さんが買おう思ったけど、買うてから全国ニュースに出んのじゃったら、買うても意味なわいてやめちゃった。あの尾道城がのうなるわけないじゃ。は、嘘じゃろ。ひふえ、はじふうげほう。じゃけ夜じゃん。もう尾道城は撤去されてのうなったんじゃけ。嘘じゃ、絶対に嘘じゃ。あの意味もなく山の上からすげえオーラを出しよった尾道城がのうなるわけないわ。うちは絶対新人けえね。嘘じゃないよ奥さん。新人さえあんたええ加減。尾道城がね、そんなことでね負けるわけないけ。奥さん、勝った負けたの話しょんじゃないよ。うちは絶対諦めんよ。うちは敗北認めんけ。じゃったら奥さん聞くけどね、尾道城どうやって撤去されたんね。そりゃ奥さん、地元の業者さんがね、一生懸命時間かけてやっちゃったんよ。すげえ大変じゃったらしいよ。尾道城の最後がそぎゃーな終わり方になったなんてありえんけ。うちはね、敗北は認めんよ。なら奥さん聞くけど、尾道城はどうやって撤去されたんね。は、そりゃあんた決まっとろうよ、敗北認めんけね。って言うて、ほら聞こえてきたのよ奥さん。ほらほら、はよ来たよ、マリンワンが来た来た。アメリカからね、トランプさんが乗ったりしてね、バリングしながらの尾道城とドッキングじゃ。ほら、ドッキングした後に尾道城が持ち上げられ、ほらほら、尾道城が運ばれて、あれ、ワシントン DC まで行くんじゃろうね。マリンはよろしゅう頼むよ、尾道城。トランプ大統領と同じぐらい諦めが悪い人なんじゃね。